ミス、おかえり。どうだ、反応あるか。待ってください、見つけました。市街地大型の初動反応。本当に来た。ふんふん、満月の剣、どうやら確実と見ていいね。場所は岩戸台の白川通り沿いのビルです。白川通りか。ここ数日影人間がよく二人一組で見つかるって聞いてたけど。なるほどね、二人一組か。あ、そういうことか。白川通りってどんなところでしたっけ。私あの辺あまり行かないもので。聞いたことはあるけど。あ、そっか、ホテルんとこか。だから二人一組なわけね。風花も知ってんだろ、ホテル街だよ、ホテル街。あんたね。おいおい、何を妄想してるんだ。内装が凝ってるだけの単なるホテルだから。言ってみれば、そう、アミューズメントホテル？あれ、そうなんすか？なんか今回は嫌な予感する。行くのやめようかな。またゆかりっち、意外なとこ子供なんだから。子供はどっちよ。オッケー、行こうじゃん。私、今日の作戦は前線で戦うの予約します。よ、予約制なの。さあ、現場の指揮は誰がやるんですか。今まで同様、今回も君だ。それと、バックアップは今回から作戦時も山岸に頼む。はい、頑張ります。よし、なら前線に出るメンバーを決めてくれ。人選を任せる。
血に弱い。敵まだ4体います。弱点がいくつかありますね。がボス？何よ、結構まともじゃない。皆さん準備を。来ます。敵砲タイプです。気をつけて。
いつ、乙女の心をもてあそんだ罪は重いんだから。今度こそ行けます。皆さん頑張ってください。このシャドウの精神攻撃に元凶です。上出来だ。トリッキーな敵だったが助かった。ありがとうございます。それと君もな。よく惑わされず立て直した。よし、なら解散だな。そうだ、ゆかりちゃん、あの、この前頼まれたことだけど、うまくいった？うん、わかった、後で聞かせて。よし、私たちも戻りましょう。ほら、順平、何してんの？行くわよ。お前、またなんか活躍したみてえだな。ふん、運なんかじゃねってお前が一番わかってんだろ。ちょっと何つっかかってんの？もしかして悔しいわけ？うっせえな！想像よりも早い解決でしたね。大した見せ物です。彼らはここしばらく毎月こういった活躍をしていますね。最近では頭数も増えているようですし、戦い方もなかなかユニークだ。あの塔にも頻繁に出入りしているようですしね。どうでしょう、ジン。彼らは敵でしょうか？もうすぐ奴に会う頃合いやし、聞いてみたらええんとちゃいますか？なるほど、それはいい。彼は今や私たちと同じ運命を背負う者。すぐにも会って話してみましょう。私たちにはあまり時間がないですからね。
ください。